メラーニャイ・ゲルトルードは、ハンガリー国王アンドラーシュ二世の最初の王妃。ドイツ語名は、ゲルトルート・フォン・アンデクス。アンデクスハク・ベルトルト4世と、ベッティン家のアグネス・フォン・ロホリッツの子として生まれた。ドーボ姉は、フランス王、フィリップ・ソン・ゲン王の三度目の王妃、アグネス、ドーボイモートは後に、カトリックの聖人とされた、ヘイト・ビヒである。ゲルトルートの両親は、 娘たち全員にベルトルド4世が同盟関係を構築することになる重要な政治的結婚を望んだ。ゲルトルートはアールパード家の王子アンドラーシュと1203年より前に結婚した。アンドラーシュはゲルトルートとの結婚によってローマ王位をめぐる争いにおいては義父が支援するシュバーベン大公フィリップの側についた。二人の間には五子が生まれた。 野心的なゲルトルートは夫に対してずっと政治的影響力を及ぼした。ニー・ムレに対して計り事を行うようアンドラーシュを説得したのはおそらく彼女であっただろう。しかしイムレはアンドラーシュの軍勢が自らの軍勢を上回っていることを悟っていた。イムレは王冠と尺を持ったまま武器を持たずにアンドラーシュの陣に向かい、アンドラーシュは自主的に兄に投降した。 王は弟を捕らえさせたが、アンドラーシュはその後間もなく逃亡することができた。この時期、ゲルトルートは父親のもとへ送り返されていた。1204年にイムレが死んでアンドラーシュがハンガリー王国の実権を握ると、彼女の状況は改善された。公式にはアンドラーシュは幼いオイラースロー3世の摂政であったが、わずか1年後に、老いから老いを散脱し、 ラースローは亡命先で急死してしまう。1213年、ゲルトルートはハンガリー宮廷において王妃のドイツ人の遠籍が勢力を拡大していることに嫉妬したハンガリーのマグナーートによって殺害された。ノビリシマファミリアという名称はハンガリー王やその家族に対して11世紀以降用いられたが実際にそう呼ばれたことが公式の文書に記された人物は ゲルトルートを含めても非常に少なかった。アンドラーシュが戦争で不在となると、ゲルトルートは朝臣たちに贈り物としてハンガリーの土地を配った。年代記によれば国土の1、3が贈り物にされたが、彼女の死後に土地はマグナートに返されたという。このようにしてハンガリーは繁栄しなかった。しばしば王が戦争で不在となると王妃が摂政を務め、 年代記作家ディトリヒフォン・アボレダによれば、ゲルトルートは男のように酷事を司っていた。1206年、ゲルトルートの実定ベルトルトがカロチャ大司教に、1212 12年にはトランシルバニアのボイボドに取り立てられた。アンドラーシュがハール一遠征に赴いている間、ハンガリー貴族たちは王妃を取り除くことに決めた。1213年、ベルトルトが 客人のオーストリア校、レオポルト6世とピリッシュ3地に狩りに行っている間、王妃は殺害された。彼女の遺体はバラバラに切断され、ベルトルトとレオポルト6世は辛くも脱出した。当時の政治的状況のため、ゲルトルートの暗殺者たちは、アンドラーシュ2世時代に処罰を受けないままだった。ゲルトルートの息子ベーラ4世だけが、即位後に復讐を行った。 19世紀の作曲家イルケルフェレンツは、ゲルトルートを非暗殺を主題に、オペラ作品、バーン・クバーンを作曲した。ありがとうございます。